6月上旬、徳島県旧吉野川。取材当日は満水日にあたり、バンク沿いは全て水没していた。この状況下で伊予県はどのようなフロッグゲームを展開するのか。水多いですからね。水の多い時はね、奥の奥、バックのバックまで入れてくるんです。魚もね、結構奥まで入ってるから、手前に落ちるキャストはもう一回やり直した方がいいぐらい、奥から引いてくる。なんでもう、最低際、際でもちょっとバックスペースがあるところはもうちゃんと奥まで入れて、わずかなシェード利用して、もうそこ、そのわずかなシェードだけがもう、ストライクゾーンですわ。わずかなストライクゾーンへ的確なキャストでフロッグをプレゼンテーションする。でシェードがね少ないから、そのシェードの幅が、だから着水してからちょっと少しポーズを入れてあげるのも鉄則。で動かし始めにガバッと出ることが結構あるからね。シェードがもう少し広ければいいんだけど。もう落ちた時点で魚がおればね、絶対に見てるはずなんですわ。それで出んかったらもう粘る必要ない。フロッグなんかはね、して結構勝負が早いんで、同じところに何とも投げる必要はないから、パパッとキーになるところだけ打って、もう次々ガンガン打っていくみたいな。一番多分ね、ルアーバスフィッシングのルアーの中でも結構一番速い釣りなんじゃないかな。そして伊予県はキャストの弾道も使い分けている。フロッグ結構ポチャンって落ちた中空ボディの着水音でね、だいぶスイッチ入れれますからね。この着水音が出せるのってフロッグだけなんでね。フロッグの着水音はね、そう多少高いところから落としてもね、あんまりプレッシャーにならないんですよ。むしろ就業効果の方が高くて、音は大きいけど重くないっていうか、多分軽いんでしょうね。あんまり打つべきポイントエリアスポットに対してこうデリケートにならなくても全然 OK。 もうむしろガン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 場を潰してでもいいから、もう奥の奥に打ち込んでいくような勢いが必要。フロッグはその言葉通りファーストフィッシュを求めてスピーディーにバンクを流していく。こういうところは引いてこられるのフロッグの魅力やね。インレットに浮かぶカバーを狙うフロッグならではのスポットだが、果たして。いやでもこの辺で出るとちょっとあれいいですね。出ろ。その後も一級スポットを狙うが、うわーここも出ねえか。日が上がってきた。今度は低い弾道でカバーの奥へフロッグを滑り込ませる。スナッグレス効果の高いフロッグだからこそ、このような大胆なアプローチが可能なのだ。ああいうとこ入れて食わないともう本当におらんって思っちゃった方が早いんだよね多分。こういうところをこう何のトラブルなくトレースしてこれるのがフロッグの魅力なのに、それで出ないっていうのはやっぱりエリアが間違えてるのかな。上流へ登りながらインレット、カバーなどの目ぼしいスポットを攻める。
しかし相変わらず反応はない。おらんすわこれマジで。冗談抜きで結構ピンチかもねこれは。このエリアではバイトを得られないと判断。バウを旧吉野川上流エリアへと向けた。下流域よりも水質は好感が持てる。ここは期待ができそうだ。上で 2,3 本は釣りてえな。ここで 2,3 本釣りたいですね。この空間で。何かが起きてんだろうな、きっと。だ一発出れば多分2匹3匹って繋がると思うんだよな。毎回サメ浦もこんなことあったんですよ。一回満水のサメ浦ダムで激釣れそうなのに一匹も釣れなかったっていう。で結局なんか、お、出た。おっしゃー、バレっすよ。頼むぞ。なんだこれ、バスじゃないな。なんだこれ、雷魚だよ。雷魚だよ。ちょっとこれはどうだろう。雷魚ですわ。まあいいんですけど、雷魚でもゼロよりは。ここでイオケンが絶対的な自信を持つイオケンブラックへとカラーチェンジ。ちょっと僕の大好きなブラックでいきますわ。絶対的な絶対的自信のあるカラーで。その自信の根拠はどこにあるのだろう。まあ実績っすわ。よう釣ってるっていう自分が。まあでもあれがいいんでしょうね。視認性が的を外さずに乗ってくれるっていう。他の色だとやっぱり下から上見るとちょっとボケたりするじゃないですか。家が色が黒に関してはしっかりとコントラストがはっきりするから、フロッグに限らずだけどね。ラーはとりあえずいるんやね。雷魚は食ったね。雷魚はお、あれバスじゃない？うん、なんか見たよね。フロッグに反応する魚影を確認。しかもでかい。これは果たしてバスなのか。いましたよね。これ何これ。これこれ何。バス？バス？どっちだ？でもバスだったらでかいよね。魚影はフロッグに反応せず素通りしてしまった。しかし下流域では見られなかった魚の反応がある。イオケンはバンク沿いの小さなカバーにフロッグを通してさらに探っていく。これも満水ならではだからね。満水のあのちょろちょろっと岸ギリギリのあのチョロカバーに入ってんだよな。絶対に。ああいう水アクが溜まってるとこ出そうですよね。このアクもね結構十分なカバーを作るんですよ。フロッグとか虫は結構大事。水のアクがキーな気がする。これで出てくんねえかな。ついに最上流へ到達。流針からの反転流が当たるリーズ。ここで魚の反応が欲しい。
が冷えたやってまったその後も攻め続けたがバスからの反応を得られることがなくこの日は無念のノーフィッシュでフィニッシュとなった。増水から一転この日は下流の河口堰が開門。これにより1メートル以上減水した旧吉野川、前日のリベンジを図る。狙いはバンク沿いのシャローカバー。何としても一匹を出したい。これまたないはないで大変なんだよ。ね。ああ抜けた。ダク。早々にバスの反応を得た。カレントの影響なのか、バスはカバーから出やすい状況のようだ。確実にバスだね、あれ。ね、でもね、すごいラインがめっちゃ長く取れるんですわ。だからこっちにこうやってガーンって合わせても多分あっちに飛んでったりとかすると思う。あれだろうね、ちょっと岸ギリギリの流れの微妙にこう当たってない、直撃してない、こうちょっと巻いてるようなところだろうね、オールドは。バスが食ってくる場所は限られる。その狭いスポットを的確に狙い撃つ。でも狭いよね、ストライクゾーンが。ほんとわずかなシェードと流れの巻くところとみたいな。感じなんだろうな、そういうとこなんだろうな。こんなキャストじゃダメなんだろうな。究極的ななんかキャストをしないと。バイトするスポットは限りなく狭い。だから低く鋭い弾道でフロッグを送り込むテクニックが必要なのだ。なんか見たね今。ほら追ってた追ってた追ってた。くっちゃくっちゃくっちゃ。うわ見切った。マジそこで見切るかお前。マジか。そこで見切るか。お、提灯大作戦。おったね、でもね。マジか。強いカレントで流されるアイオビーをチェイスするバス。しかし、わずか数センチのところで見切られてしまった。気持ちよく追っかけてたから行くかなと思ったけどね。こういうちょこちょこっとしたとこでしょうね。わ、食っとるね食っとるね。ここやな、確実に見つけた。バスのボイルを発見。そのピンスポットへすかさずフロッグをキャスト。確実に食っとるわ。おっしゃー出た。バレんなよ、頼むぞ。うっしゃー。出た。おっしゃー。長かった、もうその一匹。よし、やりました。
はい、ヨビさっきね、ボイルしたんですわ、あのオーバーハングの下で。なんかスキッピングでもう入れてワークション。アイオビーを丸呑み。タフコンディションを極める中、的確なキャストテクニックが冴えたフロッグゲームだった。